カーソルが表示されているところが今いるワールドだよ。次のワールドへのルートが表示される。表示されるから、カーソルで選んで出発だ。行き先を選んだ時は、バトルレベルに気をつけてね。星の数が多いワールドは、ワールドには強いハートレスがいて危ないんだ。これね、二つに分かれてんだよね。まあ、どっちに行くかは、自由なんだけど、まあ、今回は、こっちの上の方行ってみたいと思います。ノーマルドライブ。僕らはこのグミシップで世界を飛び回るんだ。でもハートレスのシップが邪魔をするんだよね。グミシップをうまくコントロールして先に進んで、目的のワールドに着くまでいろいろ記録していくよ。ワールドごとにミッションがあるから調べてみてね。グミシップは左スティックでコントロールするんだ。下に書こう、上に書こう。で、青い傾斜グミシップのエネルギー。レーザーとか。ね、レーザーとかね、多分ね、あんま使わなくてもいけるんだよね、正直。これをパパパポーンって打つと。まあ、シューティングゲームの要素もある。まあ、ポップで可愛いから、やりやすいんだよね。老若男女問わずできるのではないでしょうか。そんなに難しくないしね、これ。どこが難しくないかっていうと、正直ね、一番最初にやった時は、この、ちまちま光線、通常攻撃でしか、通常攻撃以外できること知らなくて、全くドナルドとたちの話を聞いてなくて、レーザーがあることを知らなかったんだけど、まあ、レーザーを使うとね、かなり便利になるんだよね。まあ、今使えないんだけどね。多分使えないよね。倒しか使えないはず。で、この、ダイヤというか、今落として、日が落としてるのは、まあ、素材だね。これをいっぱいゲットすることによって、グミシップを強化できると。あ、そろそろ着いたかな？ワールドがね、近くなると、ワールドがね、見えるんだよね。まあ、このグミシップにもいろいろがあって、いろいろ、なんかね、形とか、レーザーとかね、ミサイルとかいっぱいあるから、そこら辺の要素もあるゲームと。まあ、これね、1と2でかなり違うんだけど、まあ、俺は1の方が、2の方が好きかな。さて、着きました。新しいワールド。ユーゴタワーハイスコア、ワンダーランド、ワールドに降りてみましょう。これは不思議の国のアリスのところだね。ワンダーランド。大変遅刻。あの方きっとお待ちかね。急いで行かなきゃまた叱られる。今度はわしの首が飛ぶ。ひっちゃかめっちゃか遅れちまって歩いてたんじゃ間に合わない。まあ、ああいう面白いキャラクターがいるのが不思議の国のアリスの面白いところだよね。で、セーブポイントないな。この先行ってみましょう。扉がね、面白いんだよね。ここは非常に面白いワールドだよね。めっちゃちっちゃいとこ行ったと思ったら、どうしてあんなに小さくなったんだろう。お前さんが大きいだけさ。しゃべった。あんまり大きな声だから目が覚めちまった。おはよう。おやすみ。もう少し寝かしとくれ。待てよ。早いんかい。どうすれば小さくなれるんだ。早いな。薬があるじゃないか。さかにさ。後ろに薬があるんだよね。これを飲むことによって、この空たちはちっちゃくなることができると。逆にね、大きくなることもできる。まあ、この大小の、あの、なんだっけ。
ちっちゃくなったり大きくなったりを駆使していくワールドだね。でここ行けないんだよね。行けると思ったら、行けるのかなと思ったら寝てるから行けないっていうね。あ、このファイヤー系のなんかテレテレ坊主みたいな敵はファイヤーの攻撃が無効になるんだよね。せっかくだからファイヤー打ってみるか。こいつに打ったら食らわないから。おお、危ない危ない。よいしょ、燃え上がるかけら。あ、射程距離合ってなかったな。このファイヤーがね結構動き回るんだよな。よし、倒した。どこ行くの、待って待って。でね、どこから行くかというと、どっから行くんだっけ。あ、そうだ、大きくなるんだ。そうだそうだ、これ大きくなってこのベッドを押します。そうすると道が開けるのでちっちゃくなると。でこの大小を使ってやっていくワールドですね。さあ行こう。ハートの女王の城。お、女王様がいる。そしてアリスがいるね。めっちゃ息切れしてんじゃん。大丈夫か。ただいまより開廷する。開廷する。裁判をするの？どうして？裁判長はハートの女王陛下。ハートの女王陛下。この娘が今回の事件の犯人であることは間違いない。なぜなら私がそう決めたんだから。そんなのってないわ。めちゃくちゃ勝手っていうね。僕アリス、何か言いたいことがあるかね。あります。私悪いことなんてしてないもの。女王だかなんだか知らないけど、あなたみたいなわがままな人今まで見たことないわ。こだまりこの私を怒らせる機会。なんだかかわいそうだな。ハートレスになりそう。僕らは他の世界に参上したの。あうしゃ。そう、それはダメなんだよね。判決を言い渡す。被告アリスは有罪。ハートの女王である私を襲い、ハートを奪おうとした罪である。あ、この娘の首をはねよう。嫌よ、助けて。ちょっと待ってよ。なんだお前たちは。裁判の邪魔をする無礼者め。俺たち真犯人に心当たりがあるんだ。そうそう、ハートレ。ハートレ。とにかくその子は犯人じゃありません、うん、バカを置いてないよ。なら証拠は。おお、閉じ込められた。アリスが無実だという証拠を探しおいで。証拠がなければお前たちの首も跳ねてやるからね。証拠品は一つでもいいし、たくさん集めてもいい。準備ができたらここに戻っておいで。いいね。理不尽なやつだぜ。さて、証拠を見つけに行きましょう。証拠がね、多ければ多いほど、後々なんか有利になると。お、そして、ここに出てくるのが、そう、シャチネコ。シャチネコだよね。合ってるよな。誰だ？誰だろうね。かわいそうなアリス、もうすぐ頭と体がさよならだ。ハートなんて盗んでないのにね。犯人を知ってるなら教えてくれよ。死者猫は何でも知ってる。でも教えることは限らない。答えは闇の中、犯人も闇の中、死者猫も闇の中。消えちゃった。待って。どこ行くんですか？犯人は森を通って出て行ったよ。どこの出口か教えない。証拠の品は全部で4つ。3つはすぐに見つかるよ。だけど1つは難しい。見つけられたらご褒美がある。ご褒美あげる。あ、そうですか。何もらえるんだっけね。
信用したい、したくない。選ぶのは君たちさ。さあ、証拠をね、見つけていきましょう。ポンポン取っていくよ、ポンポン。証拠発見。足跡ゲット。お、あったあったあった。これが証拠のトゲ。さて、ここにも証拠があったぞ。証拠のに、どうした、ドグミ。盾をポコポコポコってしてるけど大丈夫？でね、あと1個が難しいんだよね。あったあったあった。ドナルド邪魔です。グーフィーも邪魔。よいしょ。これで届くから、これで最後の証拠の爪痕ゲット。おやおや、よく見つけたね。これでアリスを助けられるよ。そうと決まったわけじゃない。アリスは無罪かもしれないけど、だけど、君らはどうなるかな？どういうこと？教えてあげない代わりにあげる。氷の力を手に入れた。ブリザードの魔法を覚えた。これでブリザードが使えるようになりますと。基本的に FF のね、魔法と一緒なんで、まあ、いろんな魔法があると。さて、セーブしておきましょうか。さあ、証拠見つけてきたぞ。持ってきたぞ。証拠持ってきたよ。王座に、あれ、こっちか。もう証拠は見つかったんだろうね。見つかったよ。こいつに話しかけるんだっけ。裁判を再開するか。もちろん。さあ、再開してよ、していこう。ではお前たちが集めた証拠品を見せてもらおうか。これね、選択ね、間違えるとドナルドとグーフィーが捕らえられちゃうんだよね。数だけは揃えたようだね。でも私が集めさせた証拠品に比べたらガラクタ同然さ。私の正しさを証明する品を持っておいで。あ、1個増えた。まあ、4分の1だよね。おいお前、この中から1つだけこれだという証拠を選び、この その証拠をもとに犯人が誰なのか私が決めるよ。なんだよ、せっかく集めたのに。ならお前も有罪だよ。さあ、証拠品を選ぶんだよ。まあ、5分の1だから当たらないでしょ。さあ、パトレスが出てくると。何者だ、こやつは。これでもまだアリスが犯人だっていうのか。むむむむ。えい、お黙り。私の法律を知らないのかい。第29条、女王に逆らった者は有罪。むちゃくちゃな、ほんとむちゃくちゃなハートの女王様だよね。さ、トランプ兵と戦闘ですね。そしてレバー。アリスがめっちゃ上に引き上げられて、トランプ兵がこっちに来ると。ま、空はこれ壊しちゃえばいいかな。壊せ壊せ。あと一発。痛いよ。ちょっと助けて。体力回復しておこう。危ない危ない。ポーションポーション。オッケー。あとはこいつら弱っちい奴らを倒せば終わりよ。ファイヤー。サボってはないと思うけどね。トランプ兵うっとしいな。あとこれ破壊すれば終わりかな。本体を破壊だ。よし、壊した。これでアリスが守られたかなと思ったらいないんだよね。それハートレスはどこ行ったんだ。僕たちが戦ってる間にさらわれたんだ。お前たち、こうなったら誰でもいいから、真犯人、捕まえろと。ここね、バップがちょっと変わったんだよな。物が少なくなったよね。さて、ハスの森行きましょうか、ハスの森。この先にね、ティータイミー、T
ティータイム会場みたいなところがあるから、多分そこでね、何か進めばあるんじゃなかったかな。アリスを知らないか。アリスは見てない影なら見たよ。どっちに行ったんだい。あっちかなこっちかな、どっちと教えても嘘になる。影のせいで上も下も左も右もめちゃくちゃなんだ。森の奥へと進んでごらん。誰もいない庭を通って逆さまの部屋を見つけたら影にあるかもしれないね。ということなんで、逆さまの家に行きたいんだけど、このね、この太っちょハートですね、強いんだよね。あ、危ない危ない。怒るとね、突進してくんだ。よし、倒した。まあ、経験値は美味しいんだけどね。この先だな。パーティー会場。ティーパーティー会場だ。この不思議な帽子のおじさんだっけかな、名前。で、ここに入って、会場？この張り紙。なんだ？お誕生日でない方おめでとう。よくわかんないんだよね。不思議な国のアリスって、ほんと世界観が面白いよね。まあこのまま先に向かいましょう。不思議な部屋へ。ここがね、変わってんだよね。逆さまになってる。どこかに影が隠れているよ。何々、鍵を見つけたい。明かりをつければ簡単さ。で、ランプがあるからこれをファイアしていけば、問題は解決なんだけど、危ないな。これ強いね。この技。登れない。登れないぞ。ハロー。よし、倒した。まだ出てくんのか。ドシンドシンしてくんだよね。違う。俺が倒したかったのこっち。痛いな。ちょっと痛いぞ。こいつはね、魔法が効くので、魔法で対処した方が割と楽だったりするんだよね。ドナルドがケアル使ってくれれば一番ありがたいんだけど、MP ないっていうね。よし、あらかた片付いたかな。片付いたんで、これに炎を灯します。あ、触れるんだ。触れることで炎が出てくると。まだまだ明かりが弱いようだね。もっと明るくしなきゃ。これね、天井なんだよね。どこだって言われると天井っていうね。さて、こっちも触れようか。キーブレードで燃えるってどういうことかわかんないけど。これで明かりは揃ったね。もうすぐ影が見えてくる。暴れるのはここじゃない。この部屋だけど違う場所だよ。お昼寝中のドアノブくんも影に襲われちゃうかもね。ということは、一番最初の部屋だね。そこに行けば問題は解決です。さあ行ってみましょう。さて、不思議な部屋に行きましょう。ここで知者猫が待っている。そんなところでいいのかい？高いところで見物しようよ。この上行くと、ボスが出てくるんだよね。よいしょ、あれ？よし、行こう。話します。さて、いよいよ影が来る。心の準備はできているかい？できてないならお気の毒。で、このトリックマスターというボスなんですが、こいつが出てくると。オリジナル版はね、赤と黒なんだけど、ファイナルミックス版なんで一応、こういう感じ。こういう色バリエーションになっております。当たった。三段攻撃、三連続で当てたいんだけどね。このテーブルから行った方が倒せる。ここから行かないとあんまり倒せない。攻撃がね、当たんないんだよね、これ。椅子に登ってから攻撃が一番かな。で、この攻撃は右に振ってくるから、椅子とね、テーブルが壊されるとなくなっちゃうから慎重に扱っていきたいんですけど、ま、一定時間経てばこのように復活はするけれど。ハロー。
ジャンプ攻撃しか使えないのがちょっときついよな、こいつは。待ってー、炎はまだ灯さないのか。3発当てる、登る、もう一丁、おらおらおい、だいぶダメージ食らってんじゃないか。氷つけはね、あのホーミング機能というか誘導しないから武器的にね。あ、これ燃えたらブリザードで消せるんですよ。なんでこの椅子の上じゃなくてここに座って、あれ当たんなかった、なかなか当たんねえな、なかなか当たりませんね。おお、1ダメージ食らっちまったぜ。回避していくぞ。くるくるしてんな、痛い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 。ポーションポーションポーション使ってから攻撃していくよ。ひるんだところをすかさず攻撃。コンバップが欲しいな、エアコンバップ。よし倒した。ファイヤーをね使うとね、ホーミングがあるから高いところにいても倒しやすいっちゃ倒しやすいんだよね。弾が誘導してくれるからこういう高所の敵はやりやすいんだけど、一番やりやすいのはサンダーなんだけど、まだ手に入らないんで。さあやっつけたぞ。そしてハートが飛び出していく。トリックマスターさようなら、また会いましょう。フレアスタンプを手に入れた。やったな。まったく想像し、落ち着いて眠れやしないわい。お、鍵穴が見えるな。キーブレード反応した。なんだろうあれ、今の音何か閉まったみたいだった。世界にね鍵穴があるから、それをどんどん閉めていくっていう感じなんだよね。よし、僕が預かっておこう。ナビ組のかけら。自社猫が出てきた。お見事お見事、なかなかやるね。ところでアリスが探す、アリスを探すならここでアリスを探しちゃダメだ。アリスは世界のどこにもいない、影と一緒に闇の中。そんな、そら悔しいけど諦めてグミシップに戻ろう。よその世界を探した方がいいよ。グミシップに乗るにはセーブポイントに行くんだよ。アリスはさらわれちゃいました。ということで今回はここら辺で終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。